仙台山形線仙台山形線仙台山形線は宮城交通山高バスが運行する宮城県仙台市青葉区と山形県山形市を結ぶ高速バスである仙台と山形を結ぶ都市間バスは山形自動車道の開通前から笹谷トンネル経由の特急バスとして運行が行われてきた2000年前後から 仙台市と福島市との間の旅客運輸で、既存高速バス共同運行グループ JR 東日本、そして規制緩和に伴う新規参入の富士交通の3社による三つどもへの旅客争奪戦が繰り広げられた。2003年12月、仙台福島で富士交通が桜交通と共同運行を開始すると、輸送力に余裕の出た富士交通が、 仙台山形間でも2004年2月から運行開始すると表明。対抗して、既存共同運行グループが2004年1月から大幅増便し、JR 仙山線を含めた3社による熾烈な運賃、値下げ、増便競争が仙台山形間でも始まった。この2路線の旅客争奪戦により、東北地方の陸上交通は再編され、 仙台を中心とした高速バス路線網が整備されて、仙台経済圏が拡大し、広瀬通一番町バス停があるブランドを、無一番町はブランド外貨が進んだ。両路線での消耗線により、富士交通が同年8月23日に民事再生法の適用を申請、同年11月9日を最後に仙台山形間の運行から撤退した。 それに伴い仙台福島間では最盛期の半分以下の便数にまで落ち込んだが仙台山形間は既存共同運行グループによる増便が推し進められ現在では旅客争奪戦が繰り広げられた時代よりも多くの便数が設定されている既存共同運行グループでは定期券も販売されており通勤通学路線ショッピング観光路線として 仙山線の利用客を奪い、仙山線は仙台駅、愛子駅間の近郊輸送主体のダイヤとなったの、W 切符の方が安い。なお、2012年3月まで、山高バス運行の平日急往復、土日宿6往復にレディースシート指定席があった。2018年頃から宮城交通バス、そして2019年から山高バスにそれぞれ Wi-Fi サービスが開始された。 現在はすべてのバスに設置済み。以前は山高バスの子会社、山形高速バスも運行を担当していたが、山高バスに統合された。山高バスの仙台側の休憩所は、同社仙台営業所と宮城交通北根社庫。宮城交通の山形側の休憩所は、山高バス山形営業所。県庁市役所前から仙台駅前、広瀬通一番町台。 仙台西道路仙台宮城 IC、東北自動車道、村田ジャンクション山形自動車道山形座王 IC、国道286号、山形県庁前から県道東下町山形線、県道山形停車場線から南港前から山港ビル、山形駅前あたり路線では、以下のように仙台発と山形発の便で乗降制限が異なる。 2019年10月1日現在、2015年12月6日より、宮城交通便に限り交通系、IC カード、アイクスカ及び、アイクスカ定期券を導入した。山高バス便では、運賃の支払いに、アイクスカを使用できないが、アイクスカ定期券に限り乗務員に提示することで、利用可能。なお、山形県側でのアイクスカ取扱窓口は、 宮城交通山形営業所のみとなり、山高バス窓口では、アいくつかに関わる業務は行わない。2016年3月26日からは、スイカやパスモなどの IC カードとの相互利用を開始した。運行開始からしばらくは、一般路線タイプの車両で運行された線の位を、試車誤入した、外数運行開始当初は、川崎町内のバス停では、 宮城交通便のみが客扱いを行い、山形交通便は通過していた。また、山形市内の滑川住宅前停留所では、山形交通便のみが客扱いを行い、宮城交通便は通過していた。これは高速道路経由に変更されるまで続いていた。また、旧往復に増便される際、宮古は5往復、山港は4往復を担当していた。しかし、 14を往復に増便される際に両会社とも同数の7往復の担当になっている。その後高速道路経由になってからは、宮城交通、山高バスともに等しく、クローズドドアシステムを採用し、特定の区間内のみの乗車は不可とされた。2004年以降は、クローズドドアシステムが一部緩和され、山形県庁前と南高前の2つのバス停で、 山形駅方面の片方向のみ、乗降可能とした。山高バスの山形市内線は赤字が原因で、路線廃止と減便が続き、年々利便性が低下しているが、高速バスの山形市内区間を活用することによって、わずかな経費で山形市内利用者の利便性を高めることができた。山形県庁南港前山形駅前の一般路線バスは平日十三本しかないが、 同じ区間を走る仙台からの高速バスは平日80本ある。なお、仙台方面行きと道路線の仙台市内区間はクローズドドアシステムの長所の方が勝っているため緩和されていない。ありがとうございます。